そうですね、昔こうギターを、弾いていて、なかなかこう仕事で自分で練習することができなくなって、でもまた弾きたいって言って、習いに来る方が多いですね。あとは、10代の方とかになりますと、バンドを組んでいて、そのバンドの曲をやったりとか、今度学園祭があるので、その学園祭でやる曲を教えていただきたいというふうに来る方が多いですね。難しい質問ですね。他の楽器と、違うというところで言いますと、やはりその歌いながら弾くその伴奏もできますし、ギターソロ、こうメロディーを取ることもできて、こう2つのパートを弾くことができるんですね。なかなか他の楽器だと、そういうことできないと思うんですけれども、特にバンドの中ではそこが一番重要になるかなと思いますね。あまりこうロックバンドでギターがないっていうのを聞いたことはないので、結構必需なパートでもあるし、花形でもあるし、そういうところが魅力ですかね。最初は慣れるまでちょっと指が痛いかもしれないですけれども、こう押さえた時に後ろの親指とかうまく使うと、こう綺麗にフォームで押さえられるので、そういうふうにこう全体の手そのものを使いながら、押さえていくと、なかなかこう慣れてくるとすんなりと音が出るようになってきますね。あとはもう練習次第ですね。こういろいろ押さえてみて、指が痛くなってもちょっとこう我慢しながら押さえていくと綺麗な音が出ると思います。まずは構え方ですね。エレキギターってあまりその正しいフォームとかっていうのが知られてないようには思えるんですけれども、結構ちゃんと持ってちゃんと左手で構えてあげないとなかなか綺麗な音が出ないので、そういう構え方をまず僕は徹底的に、やっていって、その中で弾ける内容をどん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 増やしていくっていう風にやっていきますね。そうですね、実際の曲を使ってその方が苦手な、例えば弾き方だったりとか、そういうのを、曲を使って練習していきますね。あとはちょっとこう音楽理論なんかを混ぜながら、少しこうアドリブの演奏を入れていったりとか、そういうのもレッスンに取り入れてます。そうですね、グループレッスンといってもやっぱ皆さん、好きな曲とか持ってくる曲、課題がそれぞれ別なので、その皆さんの、レベル、やりたいものに合ったようにレッスン進めていくために、一人一人の時間と基礎練習の全体の時間というふうに分けてレッスンをしています。発表会はもう生徒さんの、やりたい曲を、うちの、小論楽器の例えばベース科の先生とかドラム科の先生がサポートについて、そのプロの、伴奏で曲を演奏していますね。そうですね、やっぱり楽器はこうやっぱ楽しむことなので、どんなに難しいフレーズとか今弾けないことでも、あんまりそれでこう悩まずに、割とこう楽しむ気持ちを持って練習したり、実際に僕とこうアンサンブルをしたりということは心がけていますね。楽しい楽器ですよ。ぜひ一緒にレッスンしてみましょう。